だいぶ傷んでるんですけど、カラーして大丈夫ですか？こういうとこはトリートメントで補修してあげながらやるから全然平気だよ、心配しないで。全処理で分子量の異なる3つのケラチンを分子量の小さいものから順番につけていきます。スチームを当ててケラチンを十分に浸透させていきます。退色した毛先に足りない色素を補充します。新生部、寄生部の順でカラー剤を塗っていきます。カラー専用の複剤式のトリートメントを使います。まず一つ目は毛先につけます。3つ目で必要な成分を紙に閉じ込めていきます。すごいツヤも出てサラサラになりました。せっかく綺麗になったからお家でもちゃんとお手入れしといてね。はい。